皆さん、こんにちは。今日は中居正広さんのことについて紹介します。まずは中居正広さんの経歴とプロフィールから紹介します。中居正広さんは日本の男性タレント、司会者、俳優、歌手、男性アイドルグループスマップの元メンバー、愛称は中居くん。2020年3月にジャニーズ事務所を退所し、翌4月から個人事務所、のんびり中居所属、神奈川県藤沢市出身、タレントの中居正広が9日放送のテレビ朝日系ニュース情報番組、中居正広のキャスター中居に出演、ジャニーズ事務所前社長の小ジャニー北川氏による性加害問題について触れる場面はなかった。ジャニーズ事務所は7日、都内ホテルで記者会見を開き、小ジャニー北川前社長による性加害の事実を正式に認めて謝罪、問題を放置してきた責任を取って、今月5日に藤島ジュリー景子代表取締役社長が辞任し、所属タレントの東山紀之が新社長に就任したことが発表された。会見にはジャニーズアイランド社長の井ノ原快彦を含めた3人と顧問弁護士の木目田博氏が登壇していた。この日の放送では、外国人の心情版、夏よりも秋に要注意。9月に気をつけたい、食中毒こんな時どうする。バスケワールドカップの影響などの話しておきたい中居、見たい買いたい食べたい中居について意見が繰り広げられた。秋に注意する食べ物として、サバ、サンマ、カツオなどの魚に要注意と紹介されると、中居はテンション下がるわ、と苦笑した。また、ゲスト出演していた谷マリアは、人生で一度も食中毒にかかったことがないことを明かしていた。番組の最後では、劇団ひとりと中居が共演したソフトバンクの新テレビ CM、チチンペーペー劇団来日、ペンに触れ、放送を締めくくっていた。中居は1987年にジャニーズ事務所に入所、88年4月に結成された男性アイドルグループ、スマップのメンバーとなり、グループの中で最年長としてリーダーを務めた。16年12月31日をもって、スマップが解散となったことに伴い、ソロタレントとして活動を継続、20年2月21日に記者会見を開き、3月31日をもってジャニーズ事務所を退所することを発表。現在は個人事務所、株式会社のんびり中居の代表取締役社長を務めている。元スマップの中居正広さんは国内有名ダンサー兼振付師の武田舞香さんと同棲してる報道が出ていました。一時は破局報道が出てましたが、2019年の12月に都内で高級マンションを購入し、その彼女との復縁されています。中居正広さんは現在、総工費で10億円はすると言われるマンションに暮らしているみたいです。総工費は10億円で、5億円の部屋を2部屋借りているようです。10億円を現金一括で払えるなんてさすが。スーパースターって感じですよね。その2部屋の壁を改装工事し、300平方メートルを超える部屋なんだとか、300平方メートルは小学校の教室が4、5つは位の広さであるため、かなり広いことがわかります。マンションの場所は六本木だと言われていますが、詳しいマンション名などは公表されていません。これだけのお金を使ってマンションを購入するということは近いうちに結婚報道が出るかもしれませんね。中居正広さんの自宅は目黒区か、千代田区にあるのではないと言われています。中居正広さんは2019年2月27日に放送された中居の窓で、僕の行っているコンビニはオフィス街の店舗ですと話されていました。さらにオフィス街の日曜日って何もないよねとも言われていました。この発言から中居正広さんの仕事はバラエティ番組が多いため東京キー局に通っているのではないかと思われます。日本テレビは港区汐留と千代田区麹町、テレビ朝日は港区六本木、TBS は港区赤坂にあります。港区はオフィス街というよりも住宅街のイメージがあり、テレビ局に通いやすいオフィス街となると、千代田区あたりになるため、このような噂されているのかもしれませんね。
地元の後輩であるリップスライムの SU さんが中井正広さんの自宅に訪れた際は、食事をごちそうになったり部屋の掃除をしたりしているそうです。中井正広さんは自分の家は狭いとおっしゃっていましたが、リビングだけで30畳はあり、スタジオぐらいの広さだと語っていました。実際のリビングがこちらです。めちゃめちゃゴージャスな雰囲気が漂っていますよね。玄関にはイチロー選手や松井秀樹さんのサインが入ったバットが置いてあり、貴重な骨董品まで飾られているみたいです。ベランダには大勢を呼んでバーベキューができるほど広いため、何度か人を呼んでパーティーをしたことがあるんだとか。2022年8月5日放送の中井大輔と本田翼と夜な夜なラブ子さんで自身の部屋について公開されていました。モデルで MC の本田翼さんが自身の私服について通販で買いますと明かすと、中井正広さんは洋服屋さん、ネットとかじゃ買ったことがないと、路面店を利用しているようです。そこで本田翼さんが、中井さんは衣装替えしないと聞いたことがありますと話すと、中井正広さんは一応するんだけど、だから夏服の部屋と冬服の部屋があると部屋の環境を明かしていました。続けて中井正広さんは、8畳のところに服を全部入れてるよりも4畳半と4畳半で分けた方がいい、衣替えするのがめんどくさいからそれでもするけどねとも言われていました。そこで本田翼さんが羨ましいなと言うと、中井正広さんは楽だよと言われていました。すごい合理的ですよね。部屋数が広いからこそこのようなことができるのだと思いますね。中井正広さんは自分の車を土足厳禁にするほどの綺麗好きのようです。そのため家の中もかなり綺麗な状態にしているそうで、家に人を招待するときはドンキでスリッパを購入してから呼ぶようにしているんだとか。過去に香取慎吾さんが自宅を訪れた際には家に入ってすぐにシャワーを浴びさせたようです。しかし香取慎吾さんはシャワーを浴びたふりをして中井正広さんを騙したみたいです。ある番組で結婚相手の女性に求める条件が坂上忍さんと一緒だと言われていました。坂上忍さんは洗ったタオルをパックに入れて置いておくほどの潔癖症のようです。そこで坂上忍さんが、俺だったら一緒に住めるねと発言すると、中井正広さんの気難しい性格を知っていたため、だって口聞かなきゃ良いんでしょうと発言し苦笑いしていました。ある日中井正広さんが寝ている時に警報が鳴り響いて避難を呼びかけるようなアナウンスが流れてきたみたいです。そしてすぐさま目覚めた中井正広さんは廊下を出て同じ廊下いた住民の方々に、落ち着きましょう、階段でも逃げられる準備をしておきましょうというような声かけをして、その場を落ち着かせたんだとか。一人の住民の方に管理室に行ってもらい、誤報ではないかということを確認してもらったみたいです。このような状況でも司会者のように仕切っていて、まさに職業病ですよね。中井正広さん本人も、俺また仕切ってるなと思ったんだとか。実際にこの火事は誤報だと分かったため、確認をしに行ってくれた住民の方にお礼を言って無事に終わったそうです。中井正広さんは中井正広オン&ウェアに出演された際に寝室での恐怖エピソードを語っていました。そこで最近あったこととして、寝室にベッドと棚があり、窓の外には小さなベランダがある作りになっていると明かした上で、ベランダに行くことがないため遮光カーテンはこれまで開けたことはなかったそうです。しかしこの間起きたらとても寒いなぁと思ったため、ベッドの部屋の窓を確認すると全開だったため恐怖を感じたみたいです。さらに窓を開けたつもりはないけど、朝起きたらとても眩しくカーテン全開だったそうです。そのためカーテンが開かないように日頃は使わないものを詰めた箱やスーツケースなどを置いて日差しが入ってくるのを防いでいるようです。同棲している彼女さんが開けているのではないかと思いますが、違うとしたらかなり怖い出来事ですよね。中井正広さんが半同棲をしていた時は、中目黒のアトラスタワーという芸能人が多く住んでいる有名なマンションに住んでいたと言われています。
総個数495個とかなりの個数ですが、人気が高いことにより空室が滅多に出ないことで有名です。1階から5階までの低層階はテナントとなっており、コンビニやファミレス、銀行、病院、薬局などが入っているため、お仕事が忙しい人にとってかなり便利なタワーマンションなんだとか。そのため、安室奈美恵さんやロンドンブーツの田村淳さん、栗山千明さん、七尾さんなど多くの芸能人の方が住んでいるようです。部屋の間取りは 3.5 部屋でリビング、寝室、衣装部屋の他に、殿という書斎があったと発言されていました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。